前回のあらすじ。前回、特急黒潮で新大阪から姫野に向かい、後続の関西空港線で関西空港へと向かいました。今回は関西空港から先、2日目最終編です。どうぞお楽しみください。関西空港駅ではすぐさま反対ホームへ移動しました。ここからは281系特急はるかに乗車します。それにしてもジャパンレールパス利用の外国人がとても多く驚いています。今回も始発駅だったこともあり自由席に乗車します。関西空港を出発。車内の紹介をします。まず座席ですが、ほとんど倒れません。そしてテーブルはないです。テーブルは肘掛けのところに一応設置されているものの、くぼみはペットボトルが微妙に浮く中途半端なサイズ。肝心のテーブル面もパソコンはおろか、 iPad ですら置くことは難しいでしょう。っていうか、パソコン置いたら壊れます。シートポケットはプラスチック製で、中にラミネートされた観光案内が入っていました。ここ、網ポケットじゃないので荷物が全く入らないんですよね。続きましてこちらはデッキ部分の荷物置き場。ここでは成田エクスプレスなどで見られる盗難防止のロックなどはありませんでした。他にもデッキには西日本の特急でよく見かける謎のフリースペースや公衆電話の跡のようなものもありました。新大阪に到着です。時間があるので見送りましょう。
281系はコンセントなし、テーブル極小、リクライニングも倒れなく車内サービスとしては結構下のランクになるとは思いますが、ビジネス特急と考えれば十分許容範囲なのではないでしょうか。この車両は前作の283系ともども置き換え計画があるようなので今後に目が離せません。さて、変わりましてこちらは9番乗り場。これから乗るのが本日最後の特急、スーパーハットです。車両は HOT7000系。って、めっちゃ手前に止まったなぁ。急がないと乗り遅れてしまいます。なんとか間に合いました。今回は自由席ではないので、自分の号車まで移動。と、あら、ここはグリーン車ですね。グリーン車の通り抜けは普通車の一般市民は望ましくないところですが、今回は仕方なく通過。なんてね、そんなはずがないんですよ。そう、ここは奮発してグリーン車に乗車します。いやー、誰もいません。ここは大阪です。いやー、快適ですね。HOT7000系、やはり速いですね。ここで残念ながらグリーン車に乗れないかわいそうな人たちのために座席を紹介してあげます。座席の配列はゆったり豪華に2列プラス1列の3列シート。足元にはフットレストが備え付けられており、裏返して靴を脱いで使うこともできます。リクライニングはもっと倒れた気がしたんですがね、ひょっとしたら撮影ミスかもしれません。座ってるとやはり深く倒れるのがよくわかります。荷物棚は蓋付きの変わったタイプ、某航空会社のエアバスでこのタイプでした。テーブルは先ほどの281系とは対照的に大きめです。実は、背面以外に肘掛けにも入っていたのですが、どうやら使用してはいけなさそうだったので触るのをやめておきました。こちらはデッキです。はるか同様、荷物置きのスペースが設けられていました。その他多目的室や美味しそうな広告も。次は上郡です。
will soon make a brief stop at Himeji. After leaving Himeji, we will be stopping at Kamigori. 列车即将到达姬路站。姬路的下一站是上郡站。이번역은힘의지입니다힘의지다음역은가미고리입니다あっという間に姫路に到着しました。結果的に誰も乗ってくることはなく、とても快適な旅を過ごせました。ドアが開きます。ドアが開きます。ドアが開きます。過ぎてしまいましたが、ここで夜ご飯です。多くのお店が閉まっていたので駅で天ぷらそばを食すことに。そして本日のホテルのある相生駅へと向かいます。時代の奈良線からスタートした旅も本日はここで終わりになります。せっかくなので見送りましょう。今回泊まるホテルは、こちらの東横イン。駅から近いのでおすすめです。改めまして、こちらのホテルです。料金はこんな感じです。
ございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それでは次回、お会いしましょう。